小林真弥さんの怒りが再燃しています。4月20日文春オンラインで公開された海老蔵さんの告白へ怒りを見せていましたが、今度は実母へ批判の矛先を向けています。真弥さんとお母さんは友達親子と言われるほど仲が良かったのですが、2018年に真弥さんが夫の国光明氏と結婚してから少しずつ距離ができたようです。しかし見た目から仕草までそっくりだという真弥さんと母親は、今からちょうど2年前テレビで共演し、番組では親子の仲の良さをうかがわせていました。真弥さんは真央さんの闘病中に倒れてしまい、心配をかけたことを涙ながらに謝罪。対するお母さんも、真央の闘病中、そっちに手がかかってしまった。真央を置いてきてしまったという後悔がずっとあると、お互いの気持ちを伝え合っていました。現在、真央さんの実母は、海老蔵さんの自宅マンションで同居し、多忙な海老蔵さんに代わって、勸玄君とレイカちゃんの面倒を見ているといいます。海老蔵さんがたびたびブログやインスタに載せる子供たちの写真も真弥さんの実母が撮影し、海老蔵さんに送っていると報じられています。真弥さんは実母について海老蔵に洗脳されていると話しているように、現在親子の関係は良好ではないようです。3月から自身のブログや YouTube で海老蔵さんに対する怒りを表明してきた真弥さんですが、次第に家族との関係にも言及。父から縁を切られたと明かし、母とは疎遠になっているといいます。海老蔵さんべったりの実情もあってか、真弥さんはブログで実母をたびたび批判。4月21日には母の裏切りというタイトルでブログを更新しています。母は会うたびに海老蔵さんの話しかしなかった、愚痴ばかりだった、そんなに嫌なら子育てやる必要ないと何度も母に言ってきた、絶対に海老蔵を許さない、いつか真央が海老蔵を愛していなかったことを知らしめてやる、真央のノートを突きつけてやると言っていたのに、いつ心変わりしたのかな。母は娘の真央が奴隷のように扱われていたことを知っているのに、どんなに辛くて苦しい思いで鉛のような重い体で暮らしていたか知っているのに、いつか海老蔵を懲らしめてやる、絶対に許さないと怒っていたのに。当日の別の記事では、母は私のことがわからないのです、愛がある私の言っていることが全く理解できないのです、母は愛がないんです、愛なしです、昔から母に言われていました、マヤのことよくわからないと、意味不明なことで母に当たられることもありました、傷つく言葉も言われました、無視もされました、母に愛されたいと一生懸命頑張りましたが結局愛されませんでしたと、母に対する複雑な思いも綴っています。以前は老いとめいの子育てに従事する母を心配する様子を見せており、自身が育ててもらったことへの感謝も綴られていますが、テレビで見せたかつての親子関係ではないようです。海老蔵さんは文春で、子供たちやお母さんのためにもここで終わりにしなくてはいけない、すぐは難しくても昔のように楽しくて笑顔あふれる家族に戻れる日が訪れてほしいと語っていました。大きく変化してしまった親子関係、真弥さん自身が親となれば親のありがたみや愛情の深さが分かってくるのではないでしょうか。勝手に一人では大きくなれませんからね。また真弥さんはお母さんが自分のことを理解してくれないと怒っているようですが、真弥さんはお母さんの苦しみや悲しみを理解できているのでしょうか。孫の面倒を見てもらってる海老蔵さんより、今の真弥さんの行いが
お母さんに辛労を与えているのかもしれません。愛を求めるだけでは他人からは愛されません。マヤさんはもう少し大人になってほしいですね。果たして家族の絆が修復する日は訪れるのでしょうか。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。